新型コロナウイルスの情報をお伝えしますこちらもですねかなり状況心配になっておりますね、えー、今日は北海道全体で197人ということになりました5日連続で100人を超えました札幌市内も70人を超えて感染経路不明がやはり半数ぐらいさらに全動的な広がり見せていますよね、えー、かなり広範囲 石狩管内も45人とその人数も増えてきています一方で今日オミクロン株の確認の発表はありませんでした、えーまあ、これも、ね、状況としてはこれからという中でのこの人数ですから、はい、昨日横田先生が、ねはい、今感染が増えているというのはまだこれオミクロン株そうで,す、ね、ではなデルタの影響だというお話をされていましたのでそんな中でも新規のクラスターもまた発生しています、えー、改めてその傾向をまずカレンダーでご覧いただきますけれども、はい え今日が一九十七人ですね。先週の同じ曜日が三十四人でしたから。まあ、この勢いというのは、かなり加速している状況なんですね、うんえ。今日は改めてグラフでもご覧いただきます。 えー、今日197人このレベルというのがこの9月頃の人数ということなんですけれども、この上がり方ですよね。形にちょっと注目していますと、かなり急激になっています。で、これまでの山っていうのは最初はかなり緩やか。そしてその後急激にということだったんですが、今回の山というのは最初から急激な上昇カーブを描いています。えー、オミクロン株の影響もこれからということで、ちょっと心配な状況ですね。引き続きの感染対策しっかり。 行っていきましょう。